レッツゴー始まりました。BKB の公式 YouTube、ボンボンということで、おまたということなんですけれども、俺引っ越そう思ってた、今、しゃべってるんで。広いです。おい。広いやん。ちょうどええやん。あ、風呂もまあええ。あ、これは違う。不動産のホームページ見るのすぐやめてください。今からゲスト紹介するんで、はい、で、やっぱり金持ってるから引っ越しとか考えてるやつらが今日は来てるかもしれないですけれども、その家もええけどな。まあ、俺の家もいいけどもやないねんけれども、うん、これはね、ちょっと楽しくダラダラね、友達とゲームをする回数になっております。まずはその、久々に集まりました。親友紹介しましょう。さらば青春の光。なんて絶対わかる。さらば青春の光。前段に力入れすぎて。でも大事なところ。でも別にわかるやん、誰かは。さらばやなってのはわかるやんか、その、はい、うん。ちゃんと紹介しよう。まずはさらば青春の光、森田こと鉄。です。元気な。あれ元気ないな。なんか、声もガラガラや。はい、鉄ね。でも、鉄は生きてるということだけでもね、お伝えできたらなと思います。そして、最近忙しい中来てくれました、ニューヨーク屋敷こと、いやしゃん。よっしゃ。お前も関係ないよ。ただのなんか、ただ疲れてるから。忙し眠いアピール。確かに。忙し、久しぶりっすわ、俺こんな金ならん仕事した。言うなよ、しなんか、わからんけど、今日来てくれって申し訳ないけど、右手にレッドブル持ちながらこれ。やめてほしかった。気合い入れなあかんと思う。俺、徳を積むために来てるから。ほんまに、地元のそれの結婚式のビデオ出るから。情のみで。情のみ。こうやって徳を積もうって言って。別に俺も働いてるから。鉄とやっしゃのとこもうちょっと元気になバージョンもらってるあそうすっごい視聴者があそこ好きらしいねみんな。あ、なるほど。コメントにも綺麗だからさ、うんはい、じゃあさらば青春の光森田ことこの人って言うから鉄です。そう俺が言ってるのよ、考えたらおかしいからじゃあマイさんがもう言ってくださいよ。その何を分かんないでしょ、声だけやから鉄ってなんで嫌なの鉄って言うのなんで名乗りたくいや、もう元気よく行きましょう。そうそう、息を切り替えましょう、はい。まずは友達紹介しましょう、はい。さらば青春の光森田ことこの人鉄って言ってから鉄じゃなかった。それがええんちゃいます。それがええの。それでいいでしょ、だって。さらば青春の光の森田こと、うん、あ、いや、今までは鉄って言ってお前が鉄って返してたけど、なんか変やなと思って。いや、それが好きなんじゃないの、視聴者は。どれも別にそんな俺リベートしたくないんだ。いや違うやん。はいや、もうやりましょう。さらば青春の光森田こと鉄。そしてこの人ニューヨーク屋敷ことイヤシャン。さあこの3人で今日も楽しいゲーム実況を行いましょう。今のところゲーム画面はね、任天堂スイッチから何一つ動いてはないんですけれども、何すんの今日。今日はですね、今までパネルでポンとかぷよぷよとかね、落ちゲーメインでやってきたんですが、落ちゲーの森田と言われてますから。いやいや、それは屋敷の名前です。落ちゲーの鉄って言われてますからね。そうしたね、俺始まってから鉄呼んでない。このね、世界の遊び大全51というね、こちらが非常に優れた、ミニゲームの集まりとなっておりまして。大全って読むんや、あれ。大全じゃない。まあ、うるさいですけどね。これがですね、大善や、見ての通り、大善やった大善やった、すいませんでしょ。もう一回だからうるさかったんですよ。もう一回仕切り直しましょう。進まこれがね、51個文字通りゲームが入っておりまして、それがオセロであるとか、ポーカーであるとか、さまざまなミニゲーム入ってます。これはね、なんですか、マニアックやけどおもろいゲームみたいなもんね。あんま知らんけどね、こんなんあるんやっていうのがありますよね。ヤッシャンはね、ちょっ と, ことあ、ね、個人的にやったことあるんですけど、じゃあまた俺が不利な状況をね。じゃあ手始めにこの辺やってみましょうか。おう、コネクト4。コネクト4プレイ回数見てください、はい、103回俺やってますから。これ あれかめっちゃやってるやん。これがね、多分知ってる人多いと思うんですけれども、バーとかにあるやつ、ね、そう、バー、これ知ってる人はもうバーで飲んだことある人って確定なんですが、もしくはメイド喫茶とかでメイドとやったりする。ほう、ちょっと画面あれします。ちょっと画面やりしますね、画面ずれてるんで、
まあ、早い話が4目並べで4つの色を並べたら勝ちなんです。斜めあり、斜めもあり、縦横斜めに4つの色を並べたら勝ちなんですけど、結構駆け引きがありまして、うん、じゃあ 2-2 作ったら勝ちってことね。3-3っすね。 3-3 やな。 3-3 作ったらダブルリーチとかできますね、うん、あ、飲み込み早いですね、森田さん。あ、俺5目並べ得意なんで。へえ。じゃあやってみましょうか。え、俺どっちその俺どっちってお前の決め台詞みたいなのやめてる。あ、森田さん先行、黄色が森田ですね。はい、はい、じゃあ落としていってください。これ、え、何ですか落とすってどうやって落とすの。丸ボタンで落ちるんで大体わかるし、感覚で。あ、今何も入ってない状態これ。そうそうそう。あ、え、この最悪や。どういうこと、何も入ってない。いや、なんか下黄色あるからそっから始まってる。あれは実写のテーブルが映ってるんやろね。色弱やん、うん、言うなよ。やっしゃ、色弱は。あの母子家庭と色弱禁止な。どっちも俺やないかい。これじゃあ角取ったらあかんやん。たぶんテレビがずれてるわ。あかんことないですけど、まあセオリーとはちょっとちゃいます。絶対真ん中からやん。そうですね。最悪。最悪でもないけどね。まあまあ大丈夫ですよ、まだ、うん、じゃあ行きましょう。赤が BKB なんで。うわー、最悪。弱っ。そんなんで全車差が。まあ黄色が森田なんですが、今んとこ森田がルールをまだ分かってなかった可能性高いんで、まあ、完全に BKB 優勢なのかもしれないですけど、まあ見てる人はね、ここからどう駆け引きが繰り広げられるのかをまあお楽しみということで。なるほどね。なんか普通にやってもあれやから金かけますあんま、まあかけへんし、言うことでもないし。でも屋敷お前この間な、なんかあれやろ、闇カジノ行ってめっちゃ買ったよな。誰がゴシップ振ってんの。うわ、どうしようかな。画面が気になるな今日。いいっすね。森田さん集中できてないです。うん、ちょっと待ってな。はい、これいいですよ、森田さん。森田いいけど、うん、あの俺もいいのよ実は。そう、あ、ほんまや、うん、あんま分かってへんやろうけど。これはそういうことね。危ないな、あそこ取ったら負けるってことね。死の場所になりました、あそこ。いや、もう俺めっちゃ飲み込み早いやん。はい、バカめ。バカでもないんですよね。全然。はい、おい、買ったんじゃん。はい。画面をなんかいじってて集中できてなかった。いやいやいや、北斗の拳見てた。昨日見た。ちょっと長っ。10ゲームやった。もう一回やりましょう。いやいや、まあまあいいですけど。ちょっと集中しますわ。やっさんもう一度喋るよ。やってないやつがもう一度喋るよ。厳しいね、喋らんこと。俺喋りながらやってたから。赤がバイクさん。赤バイク、黄色 BKB です。赤バイク黄色 BKB。赤バイクやな、マジで。赤バイク喋ったらこれや。これこういったらどうなんやろ。いや、別にいいっすよ。全然ありです。俺まだコツ分かってないのよね。いや、今のほんまにボンミスやったわ。これでも3作らしてあかんねや。まあ基本3を作らさないようにしたいですよね。まあまあ、でもそのディフェンスしてる間にね。そう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 、オフェンスがねどうなるかって話ですけれども。まあ、確かにさっきの森田は絶妙に斜めで、勝ったっていうのは、まあ、なかなかのプレーでしたよね。こんなボードゲームみたいなやつゲーム実況でやるあんまないですよ。でもこれ見とけれると思うねんな。確かに、うん、どうしようかな。森田そこ違うとかコメント来てるかもね、うん、長いな。うわー、どうしようかな。え、これどうする。負けず嫌いから長すやな。ちょっと俺まだコツ分かってないからさ。いや、そんなんやりながら、いや、負けてもええやん。嫌です。そう言ったら嫌です。嫌な。はい、あ、嫌な。絶対に負けたくない。あ、オッケーオッケー。特にバイクさんには。あ、そう。へえ。おもろいやん。いいぞ。あ、確かに森田はいいですね今。森田も強いかも。うん、お前強いな。俺結構しんどいな今。結構しんどいんですけど、まあこっからね行かせてもらいますよ。はいはいはい。よっしゃ、しゃべるよ。これしゃべるのむずいな。そこあかんとか言うのもちゃうもんな。ちょっと待ってよ。だから森田があのしゃべりながら考えてもらっていい、ここは違うしとか、そういう。こんなんでもめっちゃ強い人はまあね
強いんでしょうね。まあここで森田3つ揃えてるんで俺はここ防ぎますよね、とりあえずね。うん、うん、そしてやっぱあそこに十字みたいなの作ってるのは強いかもしれないですね。あの十字は確かにドクターマリオ以来の十字ですね。見たことないですね、あの十字。すごいですね。うん、言ってない向いてないんちゃうこれ。あ、ちょっと待ってよ、ここに入れられ、あ、いけんのか。それおもろいっすよ。ちょっと確かこれピンチですね、 BKB はっきり言って、うんうんうん、もうね2個封じられてるんですよね。もう言いますね、ここ落としても負けるし、うんね、ここ落としても負けるんですよね、はい、2チョコかちょっと作られてるんですね。だからもう攻めざるを得ないんですけれども、なるほどね、もうそこしかない。そうこう言ってる間にこれ引き分けもあるの。引き分けもありますね、12分に。うん、あと意外なところでねできてるっていうのが、ね、そうですね、あの自分でも気づかんうちにリーチやったみたいなパターンもありますから、ありますね、4目並べなんで3個がリーチですね。チキンレースよねこれもうほぼ。あ、そういうことじゃないですね、全然違います、うん、ほんまに違うんで。長いな、うん、森田長いよね。ゲーム実況長さまた森田包囲網やん、もうやめてや。そうなんじゃなくて長いね、シンプル。こういうね、森田さん買ったんちゃう。ああ、そんなことないわ。うん、そうなの。後ろのテーブルの柄邪魔やわ。いや、あれが雰囲気なんで。あと気づいたかもしれんけど、曲もめっちゃええからな、これずっと。はい。あ、ずっとテレビがはみ出てた。大好き。買った。買ってました。うん。え？どう？買ったよ。何？あ、買った。買った買った。ダブリ。そうなん？はい。え？あ、そうか、ここを、あ、俺がここ落とし、こっちの中でもいかつい勝ちちゃいますこれ。あー、ね、もう負けたな。負けたな。うん、弱え。4目やってたのに5並べちゃいました。すいません、5並べちゃいました、すいません。倍付けっすよこれ。まあでも集中はしてないんで。コメント欄バリ荒れてるじゃん。もうやめろよお前 BKB。 ちょっと屋敷やるよ。集中はしてないんで。集中はしてなかったんで。ほんなん俺が、そう、俺強いねんけどな、ほんまは割と。結果俺だからこんなんほぼ落ちゲーじゃないですか、うん、落ちゲー5目並べ、うん、最強やん俺。ヤッシャンが赤で黄色が屋敷です。それ俺のミス。赤がヤッシャン、黄色がもテツテツ。でもコツまだ分かってないもん。それなんなんやん。いや、やとしたら勝つなよあんまり。こんなスピードでいかんと。そう、あのね、テツテツちょっと遅いわ、はっきり言って。いやいや、それなしにしよう、もう秒でいこう。独裁は、なんかおっさん世代が言うてくるな。お互いな。お前もおっさんみたいなこと言うてんだよ。そのこれどっちコントローラーとか。赤がヤッシャンですね、はい、はい。あんま良くないね今。いやまだそんなことないよ、何も始まってない。お、削りたんではないよ。、うん、あんま良くはない、ね、ポンポン行きましょう。うん、テツテツちょっと遅いわ。うるせえな。ずっと、いやうるさいんだけど、ほんまに遅い遅い、冷めるから。いやどうしようかなこれ。こんな序盤で。まあ喋ってなくても曲がいいから聴いとく入れるっていうのはありますよね。うん、やられた。うーん、ええー、とこ行くやん。確かにまあ赤のヤッシャンが優勢には一瞬見えますね。もうヤッシャン斜めに3つ揃っ、3つが2つ揃ってますね。そうなんですよ。うん、そうなんですよってな。今テツテツやんな。はい、遅いって。遅いっす。俺の5倍ぐらいかけます。マジもう3秒ルールで行こう。はい、早いです。まあ今のは簡単やもんな。遅いなぁ。遅っ。人のやつね。確かに、確かにな。ちょっとやつ考えてまうな。やっちゃ遅いな。負けたないもんな、これ。めっちゃ悔しいんやろな。いや、悔しかったよ。これもう一回やりたいもん、ほんまは。で、マジでこんなん言うとあれやけど、YouTube とか関係なかったら買ってるしな、俺、多分。は？撮ってなかったら。どういうことですか？なんか集中できひんね、YouTube 回してたら。何言ってんの。こうか。くわー、どうしようかな。うわー、意味ないねんな、ここ行っても。ちょっと新規行ってみようかな。
新規新規の新規列新規確かにそこ誰も言ってないな一番左はね新規って言い方は変ですけどアホやアホやアホやこいつアホやでほんまやっぱりなやっぱり読んで並べるってことねはいはいはいまあなまあなそういうルールか、まあ、だからまあ全員があんま変わらんかったってことかな、そんなことないでしょえもう一回やるいやだから俺今2勝してますから、ね、いやいや俺が1位ですよなんでで安さんともう一回やるかあじゃあもう一回やるか、うん、もうその使えるんかこんなもう20個も取ってコネクト4でこの背景ムカつかへんいや全然ムカつかん背景俺これなんか俺めっちゃ好きやねこの背景なんかさめっちゃ好きもいいよ分からんけどなんかよくないこの背景いやなんかこの背景がこのポートグラフみたいなええやんかポートグラフなんていうのポートレートポートレートうんコツがないやそれうるせえなこれでどこまで行くかやななんでこれ勝手に動いちゃうんやろさっきからお化け踏んじゃいますうわ怖っ早く寝よめっちゃ下がってるやんえ、今どっちが色言ってちゃんとどっちが何事しって赤屋敷です赤屋敷やんで、黄色が鉄鉄いや、黄色俺じゃないですよ怖いって死んで YouTube お化け怖くなんで死んでるとコネクトフォースな感じはい、ですね赤屋敷、黄色、鉄鉄で現在 BKB の見立てによると完璧に互角ですねそうなんや、まあ、どっちかといえば赤のヤシちゃんの方がちょっと攻めてる感じはしますなぜなら真ん中のねあの L 字の赤が割と鬼門なんでねそう見えてんねんなうんまあはいあでもこれほんま腹立つんやろな負けた時うん大体ゲームってそうやけどね、うん、なんかすっごい自分の方がアホって感じしますよねこういうゲームで負けたらそんなことないけどねバイクさんはね、苦手やろうからいやいや、全然そんなことないよ勝手に動くねんな、さっきから画面がいや、バイクさんが怖くしてるなんでなんこれはえんやめてくださいよ何が、何今のはいえ、なんか仕掛けてますまあでも今んとこあ、鉄鉄もいいっちゃいいけどあ、これは、うん、もしかしてあー、こっち行ったかのかそうですね、結局自分が積んでしまうことなので相手がゴールしてしまうところに絶対置いたらダメなんですよね、うん、当たり前なこと言ってますけどずっと当たり前なこと言ってうん、ずっとじゃないやろ変なこと言ってるやろこれでも俺優勢じゃない優勢若干あ、滑っちゃったいや、滑ってるかこれがないとね、ゲームゲーム実況って感じじゃないですか、ね、この実況はね確かにこれちょっと口数減ってまうな、そうやねだから集中してなかったよ俺喋り続けてたからお前らあんま喋らへんしさ喋らんことにさ喋ってるやんな俺らも喋ってる絶対喋ってる喋らんことにめちゃくちゃ厳しい俺がやっぱその頑張ろうってしてもてたわゲームおろそかにしてたわ屋敷これむずいやろお前これむずい屋敷なんて呼んでなこの回だそれ毎回俺気になっててんこのゲーム実況最初だけやったからでこれでやっと俺がここを封じれるよねああそうなんですねだから一個死なしてもうたこれは封じ合いっすねまさに互角ですねこれは完全にどっちが勝ってもおかしくないでも森田さんの方がちょっと有利な気する有利かもせんな集まってるしっかり黄色の鉄鉄の方が集まってる感じがすると、うん、ほら俺もあかんとこ増えてきたで例えばヤッシャンがその右に置いちゃうともう負けますしね俺勝つことないんちゃうこれもうじゃあもう引き分け狙うのもあるよね確かに赤があんま揃ってないな赤が揃ってないですね黄色は順調にちょっと待てよ、うん、ここ将棋ぐらい考えるんやろなここ行かれたらうわ俺あそこ入れん方がよかったなだから罠張っといて向こうが引っかかる待つみたいなそうやなまあディフェンスもしつつそうですねそれが基本のやり方かなちょっとこれ封じなのかもしれない俺勝たれへんな俺
まあちょっと長いかな。何にせよここ使わんかもな。なんで長いの？長いな、一試合一試合が。コネクト法こんなすると思ってなかったな。ミニゲーム51個あんねんこれな。そういくよね。もう引き分けとかやったらもうほんま使わへんからな。マジでディレクター厳しいんやろ。勝ったんじゃん。バレよー。もう負けてたな、その前に。まあな、そうね。イエーイ、イエーイ。ここはカットなので、ディレクターあんま使わないかしね。はい、ということで、コネクト4がこういうゲームってことが分かります。簡単やな、このゲーム。コネクト4を忘れるわ、多分。どういう簡単すぎて、どういうマウント。ちょっと好きなやつやっていいですか。はい、これ面白いのよ。ヒットアンブロー、レッツゴー。何もろいのかやない。これ面白いよね。まあ説明はちょっともうむずいんで俺がやりますわ。ん、説明しますわ。はい、一回じゃあ練習でやってみましょう。はい、はい、ああこれね。まず、配信ご覧の皆さん、右側の、蓋があるとこありますよね。うん、あっこにボールが4つ隠れてるんですよ。うん、で上からポン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 って4色のボールが隠れてるんですよ。うん、この下のちょっとこっちかしら、下のこの6個のボールありますよね。うん、これが例えば赤、黄色、白、緑みたいな感じで、あの右にあるかもしれへんし、黄色、赤、青っていう、まあどれか分かんないですね。うん、それを当てるゲームなんですけど、どうやって当てる？じゃあどうやって当てるのかっていうときに、どうやって当てるの？あ、いいですよ。じゃあまず、どうやって当てるの？まあ、赤もあるんでしたっけ？それはなしでやってます。あ、それなしでやってます。はい、で赤はなしでやってるんで聞き返さないで。じゃ例えば適当に入れてみましょう。こうやって放り込んでみますね。例えばね、一発目は分かんないですから。まず適当か。いや適当。ちょまやな。最初いいと思ってんけどな。でこれでやってみます。OK 押してみます。そしたら、うん、ワンヒットツーボール。ああ、はいはいはい。つまりこれはあのワンヒットの、一番上のこの4つの丸がありますよね。うん、左上の、うん、あっこに今オレンジのボールがワンヒット、うん、これはつまりこの4色の一つは色も場所も合ってます。合ってるってね。そして白が2個ありますよね、うん、左上に、うん、あれはボールは合ってるけど場所は違いますということを表しています。うん、ボールは合ってるけど場所は違う、使うボールは合ってるけど場所が違う。じゃあ3色合ってるってことやん。そうです。だからどれか1個を外して、4フィットにしたいなとかね。うんうんうん、じゃあ次森田さん、あのやってみてください。こうで、これ協力ゲームではないんで、相手のやつを見てヒントにしていくわけですね。どういうこと？これが奥深いんですよね。で、これはどこで選ぶの？それはもう感覚でできるんで、その操作方法はもう簡単なんで。じゃあ分かりました。分かりました。相手にあまりヒントを与えず、はい、勝つってことね。まあそうですけど、どうしてもヒント与えちゃうよね。やってたらね。うん、完全に色と場所が、あ、そういう感じね。そうですね、頭脳戦ですね。頭脳戦ですね、完全に。ああ、間違えたな。いや、じゃあスマホ見るのやめようか。これ、変えれんの？ニューニューヨーク今オンエア中なんで、ね、ちょっとそういうの言われたらもう何も言わねえ。あ、森田はこの場合白はヒットしてるんだなと踏んだわけですね。はい、はいはいはい。で、ただ色一個変えてもええ。色一個変えないんですね。変えませんね。なるほど。いや、そういうのも手ですよ。なるほど。あ、もう減りましたね。ってことは。ってことはですよ。ってことは。ってことはここが白じゃないっていうのも確定したわけなんですよね。じゃあ青、緑、黄色のどれかが合ってるんやろなっていうのがなんとなくはもう分かっちゃいましたので。なるほどね。じゃあここで、じゃあ俺は青が合ってると踏ましてください。そして、うん、白が逆にこの辺に来たとして、白が合ってないんじゃない。白は合ってないですよ。ああ、使わへんボールかもってことね。うん、それはまあ好きに考えてください。だからこうすることにより、だからここに緑持っていくか。で俺は黄色を合ってないとじゃあ踏むかな。これでどうや。うん、まあ分かんないですね。ってことは青が確定ちゃん。確定やな。ツーブロー、
これがね、青が確定でもないんですよね、実は。そうなの。ああそうか、緑の可能性もあるってことか。黄色の、あピンクの可能性も出てきてるんですよ、こうなってきたら。ああそっか、なるほど、ね、でももう青は多分そうです。あ、わかりました。ということで、うん、確かにこれはちょっと長く考えちゃうとこはわかりますけど、なるべく早くお願いしますね。なる早でお願いします。さあどうでしょうか。よっしゃ、トレンド入った、おめでとう。早いな。第1話は俺も協力したからな。これ2ヒットしてると思うで。ああそう、え、協力しましたっけ、うん、いやしたよ、ハッシュタグニョニョニョ、これ。ああ、ありがとうございます。何回もやめて。協力になってない。ほらー。ちょっと待って、全部強い森田さんの。全部森田さんが強い、初めてやるのに。やっぱそうやったか。運もあるからな。いやいや、運じゃないよ。早っ。怖い言い方とかも。トレンド入りしてない。俺トレンド入りしてない。森田ヒッタンドボール。言い方怖い、部屋くら。余裕やん。じゃあ森さんと俺やらせてくださいよ。強いな。はい。こういうの得意なんじゃ、落ち芸一番苦手やったんや。落ち芸プラスこういうの。ありがとうございます。ちょっとこれはグーの音も出えへんわ。これ同じ色ありにせなね、ほんまのレベルでやるんだ。いや、それはむずすぎるんでね。あ、はいはい、え、先手有利ちゃん。これ簡単なやつなの。いや、俺うざい、俺ですか。先行が今、やっしゃんすね。先行やっしゃんは適当に振ってます、今。じゃあ先行、うわ、なにそれ。これ次俺有利ちゃいます。さすがにこれ当てれへんやろ。さすがに森田はこれは当てれないと思うんで。ただ、ボールは、いや、そんなわけないや、森田。めっちゃおもろいやん。これ何してんの。森田こっからも心理戦やね。なるほど、ヒント与えたくなかったってことね。そうですよ、はい。お前みたいなやつ初めて。おい。そういうこと。なんか視聴者についてきてますかね。あの、このボールを使うのは確定してて、場所だけ違うんですよね。ってことは黄色が確定や。いや、緑かもしれないですよ。ああ、そうか、うん、黄色か緑が確定しましたね。あの、色も場所もで、青と赤は違うんやろうな。下手したら森田産んでいけてまうかもな、もう。確かに、うん、そうですね。だからチキンレースですよ、これこそ、まさに。だから黄色は違うわ。だから手前の3ターン目のもう狙いに行くんか、俺にヒント与えないようにするのか。違う、間違った。変なことしてる。え、これ帰れる。帰ります。当たり前やろ。厳しすぎるでしょ、これ。どこで勝負かけるか違います。いや、でもこの1ターン目と2ターン目全く一緒で行くやつとか初めて見たな。まあ意味ないっちゃ意味ないですけど、うん、勝負師っちゃ勝負師なんかな。そうでしょ。ヒント与えたくない。いや、逃げただけですよ、1ターン。そういうこと。はい。熱なったわ、スウェット脱ぐわ。あれってことは、減った。ってことは1個確定出た。あ、じゃあもう緑の場所が分かったんかな。あ、黄色か、違うか、緑か。これが、あ、違う、ややこしいややこしい。これが確定や。そうですね、狙いに行ったろかな。ね、これは狙いに行っていいと思うな、うん、あ、違うな。そうね、もう押してたのか。あ、それやで。変なこと言ってる、森田。それやわ。うわ、全然ちゃうな。これだいぶ熱いぞ。これはもう森田、もう確定や。もう勝たなあかんやん、これ。これ確定。うん。だから緑が合ってる。で、青が。そうっすね。もう確定ちゃいます？でも赤がそうね。だから森田さんの一旦見逃しが効いてますわ。確かにね。そうやろ、はい、強っ、この人。そう、強いな。どうしよっかな。え、ベベ決定戦やったら、もう一回森田とやってみよう。、うん、いや、分からんけど、森田がこれも勝つやったらもう最強でいいわ。まあそうですね。じゃあ BKB 対森田の、最強決定戦といきますけれども、最強決定戦、あ、一回曲がる。先手が BKB、ここが鉄です。もうここで俺終わらそうかな。お願いします。、はい、天宝ね。お、天宝天宝ね。
個でいったろか、マジで。このゲームの今までの。レッツゴー。うわぁ、ってことは色と場所がもう2個も合ってます、うん、そしてボールは1個合ってます。で1個だけ使わへんってことです。かなりヒントは出しちゃいましたね、正直。そうですね、ヤマハってどの色が合ってるかっていうのを森田が今探ってるとこなんでしょうけれども、またスマホが勝手に動いておりますが、森田いや違うんじゃないそれ。いやいやいや、さすがにさすがに違うと思うで。ほんまかそのやり方。バグはされてますね。そうやけど、いや一回捨ててるだけなんですよ。そんなんさ続けてたらさゴールできひんや全員がな。まあ、山張りますわ。青と緑確定にして、で黄色をちゃんとここにして、もうこうなってくると森田さんにヒント与えてるようにいやそうやねん。でこれや、これでどうや、これででも揃う可能性ありますから、レッツゴー。ワンヒット減ったか。ワンヒットかってことは、でもこれ何も分からんっちゃ分からんの。うん、そうかな。でもあそこの青と緑が違うことは分かったよね。どっちかが、そうね、うん、どっちかがどっちかなんかな。どっちかがどっちかが黄色が確定した可能性もありますよね。黄色が確定した可能性もあるのよね、確かにね。いやでもそれじゃなんで、これワンヒットでしょ。黄色確定はないな。でも2ヒットしてたんか。そうそうそう、2ヒットしてたんか。ってことは、黄色かけはないか、うん、いや、ここは黄色じゃないの可能性はある、あるかね、あるわ、うん、間違えた。うわ、やばいやばい、やばくやばくないっす。これで2ヒットは出せてる。あ、黄色黄色はないっすね、多分。だから、うん、絶対ないね、そこは。うるせえな。確かにね、その新規ね。あれ？おい！おお！おもろなってきました。ってことはもう青や。このボールを使うことはもう確定しました。あとは場所を決めるだけです。で、あ、青角？で、青角。分からんすよ。いや、青。そっか。わかる？消去法でいきましょう。まずは。まあ、まずはおこう、うん、まずは置くことから始めます。まずは置きます。で、ここから考えていきます。最初のやつが黄色青緑白やったわけですよね。ってことは2色はあっとかないといけないということになりますから。長えな。うん、だここで青と長えな。青とで、ここで、あ、青とだから意外とここでこうのこうか。んで、あ、でもこれは違いますね、絶対に。だからこうのこうか。これやったらどうなる。これやったら、緑が1、あ、これも違いますね。ってことはこうのこれやったらどうなる。これやったら長えな。最初のやつが2色なって、2色なって、あ、これも違いますね。長えな。だここの、ここかな。これでどうや、これで全部違うやん。は？は？大ヒント。あ、たまらんな、やっぱ実況してなかったら全然できんねんけどな。マジでそれ一番言うたらあかんし。黙りすぎやって森田。それありやったらだいぶ変ちゃいます。きたいや黙ってたらできるし。ほんまに黙ってたらできるし、集中できるし。俺めちゃく、え、これ俺のスイッチかこれ。めちゃくちゃ強いや。ちょっと水飲みます。うん、
森田強いな。呼び決定戦やってよ。バイクさん黙っていいっすよ。俺が喋りますわ、じゃあ今回。じゃあ、ほんま？俺が、うん、全部事の真相喋るわ。事の真相？ええよ、喋らんで。さあ、4本のピンの順番と色当てろということでございまして、まずバイクさんが先行です。これはヤッシャンのチャンネルに来た感じやな。はい、そうです。ここはね、まあどうやってもいいんですよ。お、これは、つまり3つ。順番が違うけど色は合ってるということでございます。違う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 、場所が合ってて色が違う。間違えとって、うん、ゲスト多いゲストが多い、間違えとってな、黙失礼しました、うん、ということでございまして、まあまあここはね、どうしましょう、こんな感じでいってみましょうかね。はい、お、全然ダメでした。バイクさんはどう出るんでしょうか。喋るとやっぱむずいな、これ。確かにほんまにそうやね。全然簡単やん。いや、お前喋ってへんもん。喋らへんやつがめっちゃ悪やと思ってんだよな、バイクさん。ちぐちゃ真剣や。バイクさんが画面にらみつけてます。あ、俺わかった。なんでやねん。なんでやねん。あ、この赤いもったいないですよね。どうしようかな。こうして、このワンヒットをどういうことなんやろうな。はい、ほいで、ピンク作ってるやろ。ちょっと待てよ、もっと喋ってないじゃん。あ、間違えた、わけわからんなった。俺ここ何色してたっけ。こんな色してました俺。白白白白か。あ、もっと喋らない。あ、間違えた。ちょっとね、この俺ここ何色してましたっけ。青か。あ、いや違うな。うん、赤。赤じゃない。あ、緑か。あ、緑や。あ、違う。あ、ってことはあれはそうってことね。集中できてへんな。そうや、喋ったら集中できへん。喋ったら集中できへんかな。森田黙ってたからな、ずっと。黙ってることに対して厳しいからな。帰ろかな。うん、これは難しいな。このゲーム向いてんのかな、ゲーム実況。いや、確かにね、動き退屈なんかもしれんな、もしかしたら。いや、そんなこと言ったら全部退屈や。今までのやつ。 あそこ白はない話やわ。さあ、来い。いや、見して。あ、分かった、見せるわ。え、お、来た。お、何何、今空きかけだ。空きかけ、こういうことしてくんね、3つヒットやったら。大屋敷、緑は確定。なんで教えてんの。あ、意味わかんへんね。ちょっと待ってくださいね。どういうこと。言わんといてくださいね。で、緑、 あれが違うわ。大屋敷、なんで、緑、なんで教えてんの、森田は。あー、これどっちや。緑、黄色、いやいや、違うと思うで。言おうか。こうちゃん、いや、違うと思うな。え、森田なんなん。誰なん。あ、でもそうか、こうちゃん。ほら、あー、3ヒット、0ブロー。あ、ってことはもう決まったわ。もう決まったね。あ、俺間違えた。そうやで、なんでお前あれ入れた。あ、間違えた、間違えた。だから、うーわ、間違えた。声でか、声でか。うーわ、間違えた。これで、でそこが緑ちゃいます。そうなん。待って、全部緑なんちゃいます、これ。ちょっと待って、これって、え、なんでこんなことなったん、ヤシちゃんのやつ。そう、ヤシキは間違えまくってんす。待って待って、じゃあ、あ、
大きな勘違いしてんのか。みんな大いなる勘違いしてるぞ。ああそう、うん、あそっか、赤がやっぱり、いやいや違う、それは違うな、俺も違うと思う。そういうことやな、赤はそこやな、そこやな。でここがピンクじゃなくて結局、あーでも白でもないわ。じゃあもうこれや。いや違うんちゃいます、ほらやってもたやってもた。だから確定はこれは黄色、黄色や。ここは確定な、2段目黄色、4段目、緑は確定。4段目緑確定でええのか。ああ、そういうことね。4段目緑じゃないんじゃん。ん、いやいや、いや4段目緑よ。え、ちょっと待ってよ、これの、あ、これもでも違うわ、これも違うわ。いや、ここがこれ難しいな。これ最終ってこと。最終、これ最終っす。あ、そうなん。これヤシさんがもうやったら、引き分けでお疲れした。逆にむずいねんな、揃いすぎた。なんでピンク入れるん。いや、ここ、この、あ、白を入れたんか。このゲームってさ、でも、1、2、3、1、2、3、分かるときと、分からんときあるよな。あ、でも、あ、これじゃん、それやな。うん、ほら、あ、よしじゃあ。それや。うん。うん。まあまあまあ。弱っ。弱っ。そうね。弱っ。まあまあ。弱え。まあまあいいよ。全然全然。弱っ。弱え。その、ニューヨークの漫才みたいな。滑ったやつね。うん。いや、滑ってるか。屋敷がトイレ行った隙に。くそー。いや、もうバイクさんが勝てるやつでいいっすよ。いや、そんなん別に山ほどあるけど、今日はほんま調子が悪い。ほんまにダサいけど。ダサいのも認めるし、調子が悪いのも認める。調子悪い。じゃあ、これやろうや。ヘックス。これがね、いいのよ。ヘックス。これはシンプルです。道を作ろう。道を作ったら勝ちなんですよ。はい。いわゆる。まあ、どっちかが青、どっちかが赤なんですが、ここからあっち。青になった人は、青から青を、ここ道を作んねん。で、赤になった人は赤から赤に、赤で道を作んねん。で、その道を邪魔していくねん、こういう風に、うん、で、こういう感じになって、どういうこと？だ、道を塞いだりすんねん、相手が繋がらんように、うん、で、ここで囲碁みたいなもんやな。まあ、囲碁ではないけど道を作る。え？あそこに置いたら赤が繋がるねん。おー、うん、止めないと。で、青は止めるんですが、もう時すでに遅し、遅し、はい、という感じです。はい、行きましょう。レッツゴーヘックス。ちょっとまだコツが分かってないですが、まあそれはね、認めますよ。じゃあ BKB 赤で森田が青です。はい、じゃあ行きましょう。レッツゴー。え、これは青から青でいかなかってこと。そうですね、青の人は青から青につないでください。もしよかったら水飲んでもいいですか。別に断ってるみたいに言わんとき、普段、ま、え、いいの。いや、当たり前やん。何のためのウォーターサーバーや。いや、ウォーターサーバーじゃないやん。いや、ウォーターサーバーやん。そんな見え張らさへんみたいな。森田が青ですね。これあんまやらん方がいいか。どうでしょうね。そろそろ貼れるんじゃん。森田さん、あと貼ってください。何ですか。ああ、それね、ヤシさんがバンカーリング剥がれたから俺が貼ってあげるって約束してたやつね。森田はディフェンスばっかして自分の道全然作らへんから大丈夫。いいの、これよう分からへんわ。森田は賢いんかもな。なんかこう、すぐなんかこう対応力がね、対応量能力があるね。ずる賢いんですよ。うん、そう、狡猾やね、なんか。えらい言われようやな。スイッチ上手かったら。スイッチ上手かったら狡猾とか言われるの。だから落ち弦とか一番苦手なんですよ、あの瞬時に。
やばい、繋がれてんじゃんこれ。危ね。もう森田負けです。あ、そうなの。はい。なんで。もう繋がる。あ、そういうことか。これすごい。はい、ビケビル、キヤ。やっとかった。今日やっとかった。え、待ってください。繋げればいいってことこれ。あ、それせこいよ。ルール把握してませんでしたの出すのやめて。はいはいはい、はい、あ、ずるい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 。そういうことね。ずる。もう一回やりますか。もう一回やりたい。はい。まあ、シンプルゲームなんですけど。レッツヘックス。ヘックス。さあ、BKB 先行で赤です。レッツヘックス。これ絶対端に置いた方がいいの。いや、あ、最初。俺も分かってないの、別に。多分真ん中とかもありやと思う。じゃあ真ん中から行こうか。うん、そういうのも。もう今、こういうことやられたことないあれやから、もうビクビクしてんじゃん。全然。え？全然やで。正直全然ですけどね。めっちゃディフェンスに回ってる。めちゃめちゃディフェンスしてるやん。どっちどうしよう。あ、やばい。あ、つながれた。さすがに振りちゃいます、バイソン。さすがに負けるかもしれん。あ、どうしよう。バイソン、勝たれへんすよ。うん、これ勝たれへんな。もう絶対無理っすね。もう無理やな。いや、今のうちやな。あ、まだ分からんよ。まだ分からんか。ああ、でもバイクさん、あ、まだ勝てる可能性はあるか。いや、分からん。それは分からんけど、とりあえずいきなり負けるのは防いでるかな。うん、おっせぇ。モイタ長いねんな。モイタ、はい、うん、お、来たんちゃう？意外とね。意外とね。うん。そうか、これやってるうちに負ける可能性もあるもんね。そうよ、俺が繋がらんこともないからね、実は。おお。確かにこれ怖いな。怖なってきた。ちょっと俺の道も見えてきたからな。赤の道が見えてきました。完全に後手やったはずの赤が。感動するんちゃいます、これ赤勝ったら。見てる人するか。ちょっと待てよ、長いな。負けず嫌いやな。負けず嫌い、ね、あのさ、負けてくれてもよくない。別に、よく考えたら。やばいやばいやばい、これやばい。後手に回った。攻守交代。反撃返した。反撃ののろしだ。でもこれは意味ないでしょ。その縦に行くの、から繋がなあかんわけじゃないでしょ。縦に行くの意味ないでしょ、バイクさん。だって何、青から青なんでしょこれ。赤から赤でしょ。赤から赤やで、うん、はっきり言うと俺勝ったかもしれん、もう。マジ、うん。確かに、やばい。気づいた時ではもう、やばいやばいやばい。もう森田さん語れへんぞ。確かに。引き分けあんの？ね、いや、ある。いや、どうやろうな、見たことないな。ただこっから赤かったら感動するかもね。するか。こっから青かったら思うけどな。確かに。森さんもそっちルートちょっと頑張って。そうやな。もうそこしかないな。さあ、
これどうなんの、これちょっと待って、もしかしたら、え、森田さん俺いけんちゃいます、うん、確かに、いや、そうやねだから、これはおっせえ2人喋らんし、全然喋らんし、喋らん勝ちたいだからこれはもしかしたらやけど、うん、これは下手したら森田がまだあんのよ、うん、全然あんねん実は、振り出しもってんね、2人とも振り出しみたいになってんね、うん、今、そっか、俺あるな、あるあるな、うん、あーそこね、でこれで一旦封じれるよね、いやバイクさん今のあれっすよ、握手ミスっすよ、握手、うん、かな、だいぶミス、うん、そんな気がするね、でここで俺が、おっそいろまあ、そっか、うん、あれは意味ないってやったな、え、そんなとこ行く、うわあれ買ったんちゃう、買ったと思う、多分、確かにね、引き分け狙うしかないですね、買ったんちゃう、買った買った、森さん買った、ほんま、くそ、いや、まだやろ、まだか、今俺が置いたとこは結構ファインプレーやったはずやね、確かに、うん、もうここつなげといた方がいい、いや、そこはほっといていいです、どうでもいい、はい、そうやね、どっちかやから、そうやね、さっきそっちとか、こっち行っても意味ないか、そこ封じられて、あ、いけるかも、で、ここやろ、ん、あ、いや、違うか、そこっちか、いや、いや、いや、違うな、俺はいや、しゃあ別に何も言わんでいいけどねビビってんな、まあまあまあ、なんかさっき勝てそうやったのにな、なんか、いや急に形勢逆転したんですよ、ああそう、森さんも勝ちましたよ、嘘、そう、なんでここ、だってあっちからも行けるし、あっちからも行けるから、そこ置いたらもう多分勝ち、いや、ここ置いてもそこじゃないですよ、そこじゃないです、いや2人でやってるやん2対1やん、はここ、その上っす、は、何それ、なんでここ置いたらさ無理やん、いや置いてみてください、え？え？なんで？ああそういうことか。はい。ああそういうことか。そういうことなんかな。でもまあこう行くしかないけどね。で、そしたらそこ行ける。こうでしょ。でもここ繋げるから。そうやな、テンパイな。あ、テンパイか。負けたんか。うん。うん、この道を森田は見えてなかったんや。お、見えてた。ああ負けた。だから俺っすわ、これ勝ったの。負けた。ウェーいや別にウェーこやしない、これ勝負、ええ勝負やったな、ええ勝負やったな、くそ、いや俺こんな弱い人とやりたのよ、ね、しょうがないな、くそ、まあでもなんか持ち主としては楽しんでくれてるの嬉しいな、うん、なんかどっちがどっちですかね、先行が森田さんかな、あれヤッシャン、赤がヤッシャン、青がテツテツで、さっき俺真ん中から行ったよね、2人と真ん中をちょっと行ってん、途中形勢逆転して、ちょっともう一回これ、あ、真ん中からやれよかった、俺もそう、真ん中から行った方がいいんちゃうかな、これもう一回巻き戻しして、さっきの範囲目を巻き戻して、 YouTube 載せた時
その辺はもう適当でええでしょ。まあ適当の時もあるよ、前半なんか絶対。でも壁がね、意外と立ち悪いんだね。繋がるんかいここもっていうのを塞いでいくってやるとか。で今なんかも青がめっちゃ優勢よね、実は鉄鉄が。うん、そうなんや。うん。鉄鉄は今優勢です。でだいぶ優勢。だいぶ優勢や。鉄鉄は一番左を置かへんのはいつでも殺せるんですよ。2個あるから。ほんまや。鉄鉄は一番左は繋げなくてもいいんす。やばい、俺全然あかんかも。とリチギ鉄鉄あかん、全然あかんやん。ヤッシャーめっちゃ弱い。鉄鉄が今もう勝ちます、勝ちます。なんですかこれヤッシャー、なんなんすかこれ、この弱さ。なんでこんな弱いん急に。さっき偉いやっぱ人の見てる方が。そうやねん、そうやねん。俺もう勝てねえやん。もう鉄鉄の圧勝。いやまだわかんない。さあこっから壁をずっと作っとくねん、そこで。うんうんうん、俺の形勢逆転の仕方が。確かに、ほんまや。ずっと封じる、そうやって。こっちかもないか。いや、でも言っといた方がいいかもね。確かに、それの方が嫌ですよ。うん、ヤッシャンからしたら嫌やろな。でも、あそこ赤置かれたら。確かに、繋がる可能性はあるよね。うん。けど、そういうゲームやから。そのまあね。最初のあの、言っていらんかったな。いや、あれが生きてくるよ、結局。ボスかでね。うん。ここ一応いっとくか。いっとかん方がええんか。でも、鉄鉄は左からも攻めれるからね、左上からも。あー。でも一緒やす。なあ。うん。そう、ヤッシャーがこうなってくると意外と揃い出すんすよね、壁際で。確かに。赤が。さっきこれで俺勝ちかけてんな、このやり方で。でもやっぱ鉄鉄優勢よね、どう見ても。ここ置いといてみようかな。うん、全然いいんじゃないの、まだ。そうよね、そうなるよね。でここは封じといた方がいいんだな。確かにね、まあ、そうなるわな。シンプルっすよね、俺がやることはこうなってる。そうね、あのディフェンス、でもそのディフェンスがオフェンスにもなってるからね。うん、うん、やっとゲーム実況らしくなってきましたね。こんなゲームです、せえへんやろな、あんまりゲーム実況。動きのない。これはね、まずいですよ、ほんとに。2人とも黙っちゃったし。ほんとにね。ああ、それ封じられたか。うん、これゲーム実況向いてへんな。だって何考えてるか言いたないもん。確かに。この後、3人でテトリスやろうか。まあね。落ちゲーの方がやっぱ盛り上がるのかな。そうね。あ、勝った。やってもうた。あー、もう、鉄鉄の勝ちです。やられたー。なあ。そういうことね。あーやられた、うん、確かあそこが握手やったな、うん、ほんまっすね、まあそこもどっか分からへんしな。ってことは全部俺買ってるってこと。これがね森田、はい、認めるわ。ちょっとバイクさんスマホリング貼ってください。お前強いわ。あじゃあ屋敷のスマホリングを貼る時間をちょっともう、ね、屋敷もう一回やるやん。いやちょっとええわやらんて。これでも最初やっぱポンポンいきましょう。真ん中から行くか、うん、これ先行森田さん、この iPhone 新品、結構新品。この iPhone がこの貼るのに向いてないかもね、サラサラする。でも前はいけたんすよ。同じ感じ、はい、あ同じ iPhone さん、あのあそういうこと、壊れたからあれしたんすよ。で場所はどの辺なの、アップルの真ん中ぐらい。アップルのこの先っちょ見えるぐらい。あ、はい、で真ん中でいいのね。はい、やっぱ森田さんの方が繋がってくるな。うん、だってもう森田眉間の視はすごいもん。真剣すぎるって。ほんで全然喋らへんもん、うん、森田さん。やっぱ森田ずるいだお前。え、なんなんその喋らんことに対する。だってゲーム実況って言ってんねんからさ、ちょっとさ盛り上げてや。めちゃくちゃ言うてんて。熱いな、なんかめちゃくちゃ言うてんて。めちゃくちゃ本音言うてきたや。
昔思い出すわ、なんか。なんか変わったな。変わってんやろ、俺たちは別に。いや、なんかその、若手でユニットコントとかやってる時、揉め出す時は、ゲーム実況なんか喋ってくれや、お前。どっちが何よぐらいちょっと言った。いやいや、森さん先行って言うてます。でも色言ってくれんと分かりにくいから。森さん青。森田青。あ、待って待って待って。よし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 。もう青が優勢すぎるよ。はい。なんか骨のないやつらやわ。いや、俺結構強かったよ。1回目勝ってるしな、よく考えたら。じゃあこれ封じられるな。もうちょっと大きい声出して。確かに喋るやつ大きい声喋った方がいいです。何今の封じられちゃう。これ封じられる。喋ってや。これいい手やけどな。あっちもちょっと嫌やねんな。絶妙な声量。分からへんな。うわ、これいかんほうがええんか。お前それはもうないわ、屋敷。お、え、いやでも、うん、まあ、完全ブルーの鉄鉄が有利ですね。有利ですよね。でも何度か耐えてますね。何度か耐えてんな。うん、ここを封じればいいか。ああ。そこ封じちゃうか。どこ？でもそしたらここはもう残しとかなあかんな。ヤッシャンが何も繋がってないもんね、まだ。うん、それがちょっともう、だからほんまに引き分け狙いいけるか。いや、俺はまだ勝ちたいっす。あ、そう。だってもうなくない、繋がるとこ。これでも引き分け狙いいけんじゃない。いや、で言うてもらってつですが攻め放題よ。まだまだ繋がってるもん、お前は。あ、引き分けならいけるかもね。これむずいな。よっしゃ、繋がってきたぞ。やば、激アツやで今の。これやばない、つながりだしたね、ヤッシャンが。森田負けんの、これやばいな。あれ森田形勢逆転、軽逆。あれ軽逆これ。いや大丈夫でしょ。あれ、いや負けたんじゃん森田。負けた。あれ森田。ああ、そういうこと。つなげてた。これは負け宣言でしょ。俺つなげんといたんか。どういうこと。どういうこと。いやー、あー、まあまあまあ、今のは大逆転ですよ。まあそのゲーム実況としての見応えは全然なかったよ。でもいい勝負やった。マジでも東大同士のやつ見てみたいよ。確かにね、クイズノック同士とか見たいな。うん、うん、あ、なんかちょっとラストにしましょう。うん、疲れてんなみんなな。まあパルポンでもいいけど。あ、パルポンいいな。もう一回？てか俺はテトリスうまいから、テトリスでいける。いや、さ、テトリスは、テトリス、まあ普通っす。まあテトリスってあれか、こないだのやつか。あのテトリス、こないだって何？やりにくいやつか。どれのこと言ってる？
どれ？あのなんかランキングみたいなやつでしょ？違う、あんねん、3人でいけるやつ。シンプル、え、3人？3人同時にできる。もう一番話早いわ。それでやろうぜ。それやりましょうか。待って、俺今すっごい足しびれてる。は？何？足しびれてる。足しびれてる？よし、テトリスでじゃあ最後俺が勝って終わるか。